キロボルトマイナス1、キロボルトマイナス1、カーベイ、アジーンは、ソ連軍の重戦車である。当時のソ連国防省であるクリミント・ボロシーロフの名を冠したもので、略称は、英語では、キロボルト、ドイツ語ではキロワットと表記される。1939年に開発され、第二次世界大戦初期から中期にかけて T マイナス34中戦車とともに、 ソ連軍気構部隊の中核を成した。76.2mm 砲を装備し、当時としては破格の重装甲を誇った本社は、独ソ戦当初、ドイツ軍の戦車や対戦車砲から放たれる砲弾を、ことごとく跳ね返し、彼らをして、怪物と言わしめた。その一方、トランスミッションや砲の標準装置などの機械的、信頼性、品質の低さは、極めて深刻であった。 操縦手はハンマーでシフトレバーを叩いてギアチェンジすることもあった。このため長時間の作戦行動で操縦士が疲労するので補助操縦士兼整備手が乗り込んでいたほどだった。また、本社の特色である重装甲は重量の著しい増加を招いて運用上大きな制約となってお後に軽量型であるキロボルトマイナス 1S が作られることとなる。 独素海戦当初無敵を誇り、SU-152、キロボルト -2 のような派生型や改良系を生み出したキロボルト -1 も、ドイツ軍の4号戦車の火力強化、88mm 降車砲、ティーガー、パンダーの登場により次第にその価値を減じ行き、砲を 85mm に強化したキロボルト -85 を最後にイズシリーズにその座を譲った。 1937年に T-35 多方投重戦車の後継車両の開発が共にレニングラードにあるキーロフスキー工場第100工場及びボルシェビク工場第174工場の2つの設計局に命じられた。その結果 SMK キーロフスキー工場 T-100 ボルシェビク工場と呼ばれる多方投従戦車が 競合試作されたが、車体が巨大、大重量になりすぎたことにより走行強化の制約を受けたり、機動戦闘操作の困難さが生じるなど、当時すでに多方投戦者の欠点は明らかになりつつ、あった。図面や、モックアップの段階では、砲塔が3から5つあった両応戦車は、多方投戦者に回帰的であった、スターリンの不況もあって、試作段階では2砲投式に改められた。 また、キーロフスキー工場では、さらに独自の代替案として、コーチン主任技師の機下にある、ドゥホフ技師の設計チームを単一砲塔式重戦車の並行開発に着手させた。SMKT-100、そして、コーチン技師の義理の父親で、国防省でもあるクリミント・ボロシーロフの名を冠し、キロボルトと名付けられた、単一砲塔型の3種は共に試作、検討されることになった。 三種の試作車は1939年夏までに完成、首向かの試験場で審査が行われたが、機動性でも操作面でもキロボルトが優れていると報告された。さらにその年の冬、フィンランドへの進行が始まると、この三種の戦車は実戦試験のために前線に投入されたが、そこでますます単一砲塔のキロボルトの優位性が確認され、 1939年12月に正式採用が決定した。キロボルトマイナス -1 は、その後1942年までに3000両以上が生産され、続いて、軽量型のキロボルトマイナス -1S が、翌1943年春まで生産された。キロボルトは並行開発された SMK とは、各部のデザインや部品が共通しており、SMK の縮小、 単方導火型と見ることができる。キロボルトの砲塔、施作型は SMK の主砲塔とよく似ていて、当初は 76.2mm 砲と 45mm 砲を並列装備していたがこれはすぐに 76.2mm 砲のみに改められた。足回りには SMK 同様スウェーデンのランズベルク系戦車に習ったトーションバーサスペンション採用されていたが、 これはもともと夜勤工場であった、キーロフスキー工場だからこそ導入できた、新技術であった。天輪及びリタイも当初は、SMK と同じものが使われていたが、車体の小型化に伴い、SMK では片側8個だった天輪はキロボルトでは6個に、減らされていた。この初期型天輪は、他の普通の戦車と違い、リム部は、 構成で干渉用ゴムをリムとハブの間に挟み込んで内蔵するとう独特の構成であった。砲塔状のハッチは一枚だけで、しかも戦車長は装填手を兼ねるため前方に移動するので、ここからの外部視察は不可能だった。戦闘中ハッチの下にいるのは補助操縦手兼、整備手で砲塔後部機銃を担当した。あとに、キロボルトマイナス 1S では、 戦車長用キューポラが設置され、上員の出入り用ハッチの位置も変更されている。また、ドイツ軍が捕獲したものの中には、ドイツ製のキューポラを設置して、視界を改善したものもある。装甲は、初期の型で、砲塔全面 90mm、側面で 75mm、後期の型では、砲塔全周 120mm と分厚く、特に開戦時には、ドイツ軍の戦車砲。 対戦車砲に対してはほぼ無敵を誇った。しかし、SMK に比べ小型、軽量化されたとはいえ40トンを超える車重は、クラッチとトランスミッションに過大な負荷をし、故障損失の方が、戦闘損失より多いこともしばしばだった。さらに行軍時に橋や道路に損傷を与え、他の戦闘車両の通行を阻害することも問題視された。 後期の生産型になるほど走行は強化されたため、重量課題による信頼性の欠如は深刻化するばかりで、1942年には、ついに新型トランスミッションを搭載するとともに、車体、砲塔ともに設計をリファインし、キロボルトの基本設計の範囲内でできる限りの軽量化を図ったキロボルト -1S が開発されて生産に移された。また、 76.2mm の手法は、当初30.5口径の L-11、その後31.5口径の k -32、さらに41.6口径のジス -5 と、生産が進むにつれて、前時強化されていったが、それでも抽選者である T-34 と同等で、抽選者として存在意義を常に問われることになった。手法は、 改良型のキロボルトマイナス -1S でも変わらず、そのため、ドイツ軍の新型重戦車 T ガーの登場を契機に、より強力な新型重戦車として、キロボルトの発展型であるイズが開発れることになる。それ側は、主に生産時期によって、キロボルトマイナス -1 を分類していたとされる。しかし、年型という故障が示す仕様については、資料により、差異がある。一方ドイツ側は、 独自に次のような分類を行っていた。ドイツ軍が旅客したキロボルトマイナス -1 に与えられた形式名称。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。